ま、なんでもいいや。俺の名前は岩谷直文、20歳、大学生だ。波が振りまく厄災を跳ねのけなきゃ世界は滅ぶってわけだ。これってさっき読んだ本とそっくりな展開じゃね？え、何？盾ってなんかダメなの？高レベルは全然いない負け組の職業だ。ノー！邪魔になるのか。へえ、かわいい子もいるんだな。盾の勇者はこの世界に疎いという噂が城下で囁かれているのだ。許せよ。あ、はい。支度金である。しっかりと受け取るのだ。青文様には銀貨800枚、他の方には600枚を用意しました。彼女をしっかり守ってやれよ。私の名前はマイン・スフィアと申します。これからお世話になります。遠慮のない気さくな子だな。でも、そうだね、まずは武器とか防具とか売ってる店に行きたいな。外れなやつか。盾の勇者である岩谷直文と申します。よろしく。そうね、銀貨250枚くらいで。突然弾かれたように見えましたよ。盾だけで戦うなんて。一見するとスモールシールドだが、外れねえのかこれ。よくな力を感じるが、鑑定の魔法でもよくわからねえな。言えるようになったじゃねえか。どうも。そろそろ戦いに行きましょうか、勇者様。俺は酒はあまり。そうなんですか。結構美味しいですよ。だな。本当に異世界に来たんだ。もう寝るか。明日も早いしな。そろそろ飯にでもして旅立つか。のために取っておいた俺の私服も。まさか枕。マリン、大変だ。俺たちの金と装備。王様から貴様に出頭命令が下った。ご同行願おう。だったのか。あ、俺寝込みに全財産と盾以外の装備品を全部盗まれてしまいました。黙れ。けど何のことだ。者様がお酒に酔った勢いで突然部屋に入ってきて私を押し倒して、夜は明けて姉さんとか言って私の服を無理やり引きちぎったんです。俺は昨日飯を食い終わった後は部屋で寝て枕嵐だったのか。誰が枕嵐だ。この服は昨日酒場でマインと会った時プレゼントしてもらったものだ。処刑だから誤解だって言ってるじゃないですか。俺はやってない。そこまで言うなら証拠、証拠を出せ。異世界の主人公なんかじゃない。俺の仲間になるっていうのはこの場で俺を陥れるための真っ赤な嘘。お前騙したな。考えてみりゃそうか。マインは俺のことを勇者様としか呼ばなかったくせに。やはり4人一度に召喚したのは間違いだったのだ。汚い。どこまでも卑怯で最低な連中だ。決戦だよ。こいつ俺は弱いんでね。時間が欲しいんだよ。そして俺は信頼と金、名誉、勇者としての尊厳、全てを失った。お嬢ちゃんの行動、一発殴らせろ。だよ、殴るんじゃなかったのか。いや、やめておく。そんな格好じゃ舐められるぜ。せめてもの選別だ。いや、だがま、在庫処分品でどうか5枚ってとこだな。いつか返しに来る。バルーン風船ですか。全部で20個ですね。どうか1枚ではどうでしょうか。なんせ息がいい。いや交渉成立だな。下手にふっかけずに俺の得意先になってくれるなら相場より少し差し引いてもいい。おひいきに。
使い込むことで別の盾に変形させても能力を引き継げるってことか。品質向上か。まあ仲間になってあげますよ。先に契約内容の確認だ。もういいよ、さっさと金よこせ。が誰か知っているんだな。なんで俺が奴隷を欲していると。には重度の呪いを施せるのですよ。命を代価にする刻印を使った強力な呪いをね。やはりあなたは良いお客様になる資質をお持ちのようだ。